はいよ。今回はその小さいから10分ぐらいで一回ひっくり返すか。15分、7時15分。これがただの手袋だよですか。皆さんこんにちは、ゼウスチャンネルです。イングリッシュブルドッグのゼウスと私たち夫婦の日常をゆるくお届けしております。毎日夜7時更新予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントもいただけると大変嬉しいです。ご飯前でゼウス君ダラダラとしてたんですけども、夜ちょっと雪が降ってきて寒くなってきたので、こういう日は温かいものがちょっと食べたくなってきたので、じゃがいもを薪ストーブで焼いてみようということになったので、その日の様子をお届けします。焼きじゃがをするにあたって火がちょっと消えそうだったので、薪を追加して火を今強くしました。ジェイス君に焼くものはこれだよということでじゃがいもを見せてみました。さつまいもで焼き芋をやるときはすごい喜んでたんですけど、じゃがいもだとどうだろうと思ったんですけど、じゃがいもでも同じぐらい反応してましたね。まだ生なので食べれないんですけども、ゼウス君はもう早く食べたいということでお手が出ましたね。早くくれとおっしゃっておりました。はい、これでようやく調理に入りたいと思います。このじゃがいも若干緑色になってしまったので、皮はちょっと分厚めに剥こうと思います。どうやって焼こうかを迷ったんですけど、さつまいもでやるときと同じ方法でいいかなと思いまして、まあじゃがいもを洗って新聞紙でくるんで、またその新聞紙も濡らしてアルミホイルで包んでいきたいと思います。あと今日夜ご飯がカレーライスだったということで、それでじゃがいもが余ってたのでじゃがいもを焼こうということになったっていうのもあります。でこのじゃがいもを薪ストーブに投入しようと思います。いつもどの位置に置こうか迷うんですけども、火に近いと焦げちゃうし、遠すぎると火通らないしと思って、なんとなくで今いつも置いてるんですけど、私が芋係なのでなんとか勘でいつも入れています。もうゼウスはそわそわしてるし、ちょうどゼウス君の夕飯の時間だったので、もう先にゼウスにご飯をあげようと思います。もうご飯と分かった瞬間に急いでハウスの中に駆け込んでいきました。じゃがいもを食べるので、気持ち少なめのフードにしています。普段は見せないんですけど、ご飯の時だけ素早い動きを見せるゼウスでした。さつまいもでやる焼き芋の時はだいたい20分ぐらいでひっくり返すんですけども、じゃがいもはそんなに大きくないのでだいたい10分ぐらいでひっくり返しました。ゼウス君も興味津々でずっとその様子を見ていました。じゃがいも薪ストーブに入れてから30分ほど経ちましたので取り出していきたいと思います。取り出したじゃがいも灰もいっぱいついてるので一度流しに私は置きます。それを今度は、前回の反省を踏まえて手袋をして、開けていきたいと思います。アルミと新聞紙を剥いていくと、こんな感じのじゃがいもになっていました。ちょっと焼きじゃが初めてなのでこれが正解かどうかがちょっとわからなかったんですけども、はい、とりあえず包丁で半分に切ってみました。中まで火が通っているようなので、成功じゃないかなと思います。真っ黒に焦げることもなく美味しそうにできたと思います。ゼウス用のジャガイモは外で冷ましたいと思います。今日寒いのですぐ冷めて食べ頃になるんじゃないかと思います。はい、欲しがるゼウスを横目に私が先に味見したいと思います。焼きジャガにはバターかなということで、バターを乗せてジャガバターでいただきました。今日のじゃがいもは
普通の男爵芋だったんですけども、これでもすごい十分美味しかったんですけども、北あかりとかインカの目覚めとかそういう品種で今度試してみてもいいんじゃないかなと思いました。私が先にジャガイモ食べてしまったので、もうゼウス君早く自分にもくれということで、椅子の間から顔出したりとか、もうそわそわが止まらなくなってしまいました。先ほど外に出しておいたゼウス君用のジャガイモがそろそろ冷めた頃だと思うので、こちら外から取ってきてようやくゼウス君にあげようと思います。もうすっごいこっち見てますねゼウス。はい、もちろん塩などで味付けはしていないじゃがいもです。さつまいもとどっちがいいかなと思ったんですけど、両方同じぐらいですね、さつまいもじゃがいも同じぐらい前のめりで食べてくれたので良かったですね。さつまいもはやっぱり甘みが強いから好きなのかなと思ってたんですけど、じゃがいもはそんなに甘みがないのにこれほどがっついて食べてくれたので、なんでしょう、でも美味しく食べてもらえたなら、どっちでも良かったですけども、この薪ストーブを使った調理方法はもう冬しかできない調理方法なので、冬の間にもっといろんなものを焼いてゼスクにも食べてもらえたらいいなと思います。はい、以上がジャガイモ薪ストーブで焼いてみた日の様子になります。本日もご視聴ありがとうございました。